こんばんは、かずやです。3日ほどサブチャンネルが開いてしまったんですけれども、この間にですね、石川県の金沢市に行っていました。目的としては、オンザボード友の会のオフ会のために行ったという感じですね。今年の1月1日、石川県は能登半島地震で大打撃を受けました。いつもオフ会をやるときは、東京か大阪 まあもしくは京都だったり名古屋だったりっていうことがまあ多いんですけれども、まあ、今回はまあ石川でやってですね、まあ、少しでもお金を落とそうということになったわけですよ石川県に行くのは本当に久しぶりで、まあ、コロナ最後に行ったのはコロナ前ですよねと考えるといや久しぶりだわ宇都宮から金沢って何気に遠くてですね 新幹線で行くんだとしたら、まず大宮まで行って、で北陸新幹線に乗り換えて、まあ、金沢まで行くという感じなんですけど、まあ、3時間ちょっとぐらいですかね。新幹線の方が圧倒的に楽だとは思うんですけど、今回はですね、車で行ってきました。車だと、宇都宮から石川県金沢市まで約6時間ほど。 かかるんですよ。で6時間ね。ぶっ続けで運転するっていうのはできないので、まあ、休憩なんかをちょいちょい挟んでいくとまあ、やっぱ7時間ぐらいのねドライブになりましたよね。今回妻も一緒だったんですけども。 まあなんか乗り換えでね、こうなんかちょっと待ったりだとか、えー、こう乗り換えの、まあ荷物持って乗り換えとかもめんどくさいですし、まあ言うて6時間かかるんですけども、ちょいちょい休憩挟めば大丈夫かなっていうことで、えー、まあ車にしましたね。で、僕が今乗っているホンダのベゼルなんですが、まあ今回のその石川の往復で、まあ1万キロを超えるなと、もう9700キロぐらいだったかな。 という状況だったのでまあ行きと帰りで往復1 0 0 0キロ近いドライブになったんですが思ったよりは疲れなかったなぁとまあ行った時もそうですし帰ってきた時もそうなんですけど思ったより疲れなかったなぁっていうのがあるんですよねそれはねなんといっても運転支援のおかげですよ基本もうずーっと高速なわけですよ、まあ、なので、えーま、乗って で、まあ、ACC 起動してですね、まあ、前の車に追跡とか、まあ、その時速を設定しておけば、もうその通り走ってくれますし、まあ、車間距離詰まってきたら、まあ、こっちもちゃんと減速してくれますし、レーンキープもありますからね。で、東京方面に行くのと違って、そんなに道も複雑じゃないですから、まあね、楽でしたよ。これくらいならまた行ってもいいかなとすら思いましたね。 であの新幹線に乗ってしまうと、まあこれ皆さんそうだと思うんですけど、まあ、思い思いにね、いや、それが楽しみだというのはまあ当然なんですけども、お酒を飲んだりですとか、駅弁を食べたりとかですね、えー、まあ寝たり、本読んだりするでしょう。だから、移り変わる風景って意外と見てなかったりすると思うんですけど、やっぱ車で行くとね、運転してると強制的に外見るわけですよね。 になりますよね。ちょうど今なんか桜も咲いていますし、まあそれでいて、まあ山々を見るとですね、まだまだこう雪化粧なわけですよ。で、そういう雪の残る山を見てですね、まあ僕なんか北海道出身ですから、こうやっぱ日高山脈なんかをね、思い出したりするわけです。もちろん新幹線の方が早く着くんですが、 まあなんか今回はね、旅を楽しむという意味で車で行って良かったのかなというふうに思ってます。で、あのね、これまでの動画で多分心配してくださる方もいるんじゃないかなと思いますけど、僕今あの尻に爆弾抱えてましたよね。あの、それ大丈夫だったんですかっていう声もあると思うんですよ。まあそれに関しては前の動画でやった通りですね、金曜日にちょっとあの、また切ってもらったので、まあそのおかげでですね、割とこの土日は、あの、コンディションが 良かかったのかなと思います痛いのは痛いんだけど、まあそれ以前のピークに比べるとまだマシというか、であのベゼルのえシートなんですけど、まあ割となんか、あのね、ちゃんとお尻を包み込んでくれるというかね、っていう感じだったので、そんなにこう痛みが出るような。 ものでではなかったですね一応、あの、ザ座クッションとかね、あのドーナツクッション持ってったんですけど、まあ,あ、ホテルの部屋では使いましたが、まあ、車とかではね、特に使うことなく、えー、過ごすことができましたよ。車の良さってのは、荷物を詰めるということですよね。まあ、今回2泊3日だったので、まあ、服だったりとか、まあ、僕の場合、そのパソコンだったりとか、いろいろ持っていきますし、まあ、あとなんかお土産ね、買ったりすると、それも載せられますし、車移動なかなかいいなという感じでしたね。 やっぱねこれだけね、車で移動するとね、あのいかにそのトラックドライバーがすごいかっていうのを再認識しましたよ。だから僕、今回、その1往復だけ、しかも石川ぐらいまでですけど、本当になんかね、日本をこう何度も何度も往復するような、そういうドライバーさんも、まあ、今ちょっと2024年問題って変わってくるでしょうけど、あのドライバーさんのおかげで、日本がこうねしっかり回っているんだなというのを考えるとね、やっぱ改めて、ドライバーさん、すごいなと。 いうのを思いましたね。まあちょっと話取れましたけれども、まああのオフ会に行ってですね、えー、少しばかり観光もしてきたんですよ。で、こう、金沢見ていますと、やっぱ今住んでる宇都宮といろいろ比べてしまいますよね。僕が石川県に最初に行った時って、あの、まだ北海道に住んでたんですよ。で、北海道に住んでいた頃はあまり気にならなかったことが、今宇都宮市民になって結構気になるようになってきたっていうのが、 あったりしますこれはね、東京とか神奈川に住んでる時とも違うんですよね。ちょっと地方の宇都宮に住んでいるからこそ、えー、見えてくるものっていうのが今回ありました。で、僕が住んでる栃木県と今回行った石川県、人口で言うと栃木190万人、まあ、約ですけどね、えー。石川県が110万人ほどになるんですけれども、これ主要な町で言うと、えー、栃木県宇都宮市は約51万人、一方で金沢市は約46万人、 なので、人口で言えば、まあ、その県レベルでも、主要都市でも、栃木に軍配が上がるんですよね。ただ、ちょっとだけ観光して思ったんですけど、やっぱりね、加賀百万石パワーっていうのはね、感じましたよ。まず、金沢駅周辺って、まあ、新幹線できたっていうのがね、もっとあれだいぶ前ですけど、あの、新幹線ができたからこそ近代化進んだと思うんですよ。それこそ、だってあれ10年くらい前ってまだ、なんか、手、手で改札やってましたよね。で、さらにこの駅周辺、 がが洗練されてるなというのがありましたよねあの新幹線口じゃなくてねその逆側の、えー、出口から出るとなんかハイアットとかもあるでしょう宇都宮にはないですからね宇都宮もあの路面電車のね LRT ができてだいぶその、えー、LRT 側の駅東側って発展したんですよただ西口の方はまだまだなんか駅前からローカル感が漂っていますしまあこれもね今後多分西側 LRT 延伸で変わってくるとは思うんですけど まあなんか、まあこれはね、その良さでもあると思うんですが、まあ東口と西口のギャップがね、結構あるんですけど、まあ金沢は割と、なんか両方整備されてるなという印象ですね。でね、これは個人的に本当に思ったことなんですけど、その宇都宮市民として、あの金沢を見て、ちょっと劣等感感じるなって思ったのは、公園なんですよね。金沢には金沢城公園ってありますよね。で、宇都宮にも宇都宮城市公園っていうのがあるんですよ。で、これね、 やっぱ違いますよね金沢城公園はまあ広い本当にね圧倒されるほど でしたしたこれはねやっぱね100万石パワーなんでしょうねねこれやっぱ、ね、ちゃんとあの公園として残してるのが偉いなと思うんですけどその宇都宮城市公園って、まあ、その周辺に市役所があったりだとかもうほ,ほぼね住宅街なんですよ。でその建ってる家っていうのも割とねもう雑多な感じなんですよね。その昔ながらの家っていう感じじゃなくてもうなんか普通の近代的なその家だったりとかマンションだったりとかがあるんですけどやっぱその金沢のあの周辺ってまだまだ古い家。 なんかもありますし、まあそういう点でやっぱ歴史を感じるなというのはありましたね。まあ宇都宮城址公園も餃子祭りですとか、まあいろんなイベントやるんですよ。あのこの春の時期にもこう桜祭りだったかなとかいろいろあるんですけど、そういう時には結構多くの方がね、えー、詰めかけるという感じです。で、金沢城公園の横には、兼六園もありますよね。兼六園も歴史感じますよね。 あそこなんてね、本当に一日楽しめるような、だからその、えー、金沢城公園と合わせて、もう一日全然楽しむというか、まあ一日じゃね、堪能できないぐらいの広さがあるわけですよ。で、僕が行った時も、えー、外国人観光客の方も多かったですし、非常に盛り上がっているなという印象です。ちょうど桜も咲いてましたからね。いやー、だから本当いい時期に行ったわ。金沢は駅からちょっと行ったところにこれだけの観光資源があるのは、まあすごいなというふうに思いますし、 あのやっぱ歴史感じるなと思うんですよね正直北海道に住んでる時にはなんかここまでなんか感じなかった部分があるんですよそれなんでかっていうとやっぱ歴史を持ち出されてしまうと北海道民としてはなんかねやっぱ本州とは違う歴史歩んできたわけじゃないですか本州だとやっぱその旅行に行った各地域でこれはなんか皇室にゆかりがとかあの戦国武将の誰々がみたいななんかあるじゃないそういうのでも北海道はね まあやっぱ明治以降なんですよね。そういう話で言うと。まあただ、それはそれで北海道なわけですよ。で、あの、違いすぎるからこそ、あんまり、なんかその、金沢というかね、その石川県別に意識してなかったんですけど、今僕、宇都宮に住んでるじゃないですか。だからこそ、なんかね、その、自分の立ち位置が変わって、気になるものがすごい変わったっていうね。 そういう感覚ですね。観光資源で言うと、まあ、宇都宮じゃないんですが、日光は有名ですよね、栃木県で。なんといっても日光東照宮がありますし、まあなんか温泉地なんかもね、結構有名なのありますし、まあ非常にいいと思いますよ。で、宇都宮で言うんだったら、あの、大谷資料館はね、ぜひ多くの方に行ってもらいたいなと思うんですよね。あれはね、僕もね、最初行った時は圧倒されましたし、あのデカさというかね、え、こんな広い場所あったのっていうぐらいの、 なんか巨大な地下空間が広がってるんですよこれからの時期暑くなっていきますよねで暑い時期こそ大谷資料館です地下空間なのでまあ、結構涼しいんですよでこれ大元何かっていうとまあ採石場跡なんですよねでねあのいろんなえプロモーションビデオですとか撮影に使われていましてでまあ僕の世代で言うとですねあのグレイのソウルラブのえプロモーションビデオに使われたのがこの大谷資料館なんですよまあそんな感じでね今北海道民から えー、栃木県民になり宇都宮市民になり、えー、立ち位置が変わったからこそ今回石川に行って見えてくるものが変わったという話ですでもやっぱこういうなんかやっぱ人生ってねこういうのが楽しいと思うんですよ環境が変わると見えるものも変わってきますよねでもそのまあないものねだりというかうちの県にはなくて向こうの県にはあってみたいなことがなんかそのやりだしたらキリがないっちゃキリがないんですよただこれもねどっちもどっちなところがあってまあそのなんていうかな 栃木は栃木で魅力あるじゃないですか。だから僕は非常に住みよい場所だなと思ってるし、まあ今後も住もうかなと思ってます。逆に金沢、石川の人からしても、まあそのうちの県はこうで、いやでも他県はこうで羨ましいみたいなところがあるかもしれないし、まあ根本的なところで言うと、まあ海があるっていうね。まあ栃木県民からするとそれは非常にビッグですよね。まあともかく旅行に行くといろんな気づきがあってね、楽しいなというふうに思いますし、なんかあのいろんなところに住んでみるって大事ですよね。 まあ僕はの北海道で、で、東京、神奈川で、今、栃木住んでますけど、やっぱいろんな地域住んでみるというのは非常にいいんじゃないかなと思いますし、まあ、住んだ結果、自分は東京を向いてねえなっていうのも分かりましたしね。これから暖かくなりますので、まずは皆さんもですね、いろんなところに旅行に行ってみるといいんじゃないかなというふうに思います。というところで、今回は以上です。最後に、かわいいポコちゃんをご覧ください。眠いです。というか、体調が悪いのかな。 2泊3日で石川に行っていたので世話は妻の家族にお願いしていたんですがやっぱ寂しさでねちょっとポコちゃん寂しがり屋だからね寂しくて体調悪くなっちゃったかなごめんねポコちゃん今日も一緒にいるからね危ない <laughs> たまらない